の心理テストコーナーさあじゃねえよ。はいこのコーナーはですね、心理テストを通してJ字の心の中を覗くコーナーでございます。皆さんもいつも誰でも一緒にやってください。うるせえな。はい皆さんも一緒にやってみてください。今日の心理テストはですね、ずっと楽しみにしてた旅行の前日に熱が出てしまいました。ありゃありゃありゃ。最悪やん。最悪だね。あなたはどうする？ 1 番旅行をキャンセルする、2番すぐに病院に行く、3番とにかく家でおとなしくする、4番お店で売ってる薬を飲んで休む。何番ですか？病院。僕は病院行きますね。病院に行ってなぜ？まあ痛いの嫌なんでとりあえず病院行かないと。痛いのが嫌からとりあえず病院に行く、2番ということですよね。でもまあ病院がね閉まってたらまあそういうのいらない。そういうのいらないです。じゃあお店でだったら薬飲むかな。あじゃあ本当どっちにしますか？お店で薬買って1つだけ選んでください。もうじゃあ4番。4番お店で売ってる薬を飲んで休むっていうことですよね。あやっぱ2番。はいぶっ飛ばすマジでお前。やっぱ2番。2番。はい2番すぐに病院に行くを選びましたね。ぶっ飛ばす。分かった。はいで僕は3番です。とにかく家でおとなしくする。僕はなんか病院行くのはまあ好きじゃないんですよ。まあどうせ治るやろみたいな。じゃあ俺も4番にしようかな。マジぶっ飛ばすぞマジで。考えてみたら俺も病院あんまりそんなのいらない。もう2番だよ。お前は2番だよ。あ俺4番。あ2番です。4番。あお前2番です。4番。いや2番。弓は2番です。帰れないです。心理テストはずっと変えたりしたら意味ないからね。2番。2番です。お前は2番。じゃあ結果見ていきたいと思います。この心理テストはですね、あなたの嫉妬深さを測ってみる心理テストでした。嫉妬深さ、嫉妬のひどさ、ひどさどんくらい嫉妬するのか。面白そうこれ。まず1番旅行をキャンセルするを選んだあなたはですね、嫉妬が分かると気持ちが冷めてしまうタイプ。嫉妬するの分かったら分かるこれ。あいつちょっとなんか冷めるなっていうこと。そうですよ。だから嫉妬うんざじゃねえよお前。だからそれ理解できましたよね。そういうタイプらしいですよ。2番。そして2番ユミンが選んだ2番はですね、俺本当に世界見てないからね。わかりました。2番デート中などに相手が他の人を見てるだけで嫉妬するタイプ。お合ってますか？合ってる。そんなびっくりする？しかもなんかそうだからそうじゃなくて。だからまあ例えばもう昔なんか本当になんかデートする時とか本当に彼女が大好きなんじゃないですか。だから大好きな彼女がいたらもう本当にもう違う人とか見るだけでもまあ嫉妬しました。ただ話するだけでもだからそれでもなんか嫉妬しちゃって、でまあ前僕が高校生の時になんか彼女がいましたよね。その彼女がただなんかコンビニいたのに、でもコンビニはなんか僕の友達と一緒にいました。男の友達といたのにそれだけで僕めっちゃ自分の友達と一緒にいたのにムカついた、嫉妬したってことですか？ものすごく合ってるんじゃないですか。コンビニ行くだけでもでそれで喧嘩になりました。へえ本当合ってるね。合ってますね。今だって自分の顔そんなブスの顔した。こうなっててもこう。じゃあ3番。それでは次僕が選んだ3番ですね。とにかく家でおとなしくするを選んだあなた、僕も含めて。あまり嫉妬深くないが気持ちに不安があると落ち着かないタイプ。おお。そんな顔するね。ものすごく合ってます。これ多分120%くらい合ってます。じゃあ4番。すごいですね。4番最後ですね。お店で売ってる薬を飲んで休むを選んだあなたはですね。ギュミンがちょっとこれで迷ってたんですけど、かなり嫉妬深いが、プライドが邪魔をして表に出せないタイプ。これも合ってる。これ合ってる。これも合ってるんですか。マジで。あんまり出せないじゃん。ま、俺がお前の彼女かよ。彼女じゃなくて、普通になんだっけ、嫉妬じゃないけどね。はい、例えばまあイラついてもイラついてなんか出せないとか。あまあまあまあそういう性格ですもんね。なんか怒ってるのに怒ってるの出せないとか。それあそうあるじゃん。あ、ほんまや。だから2番と4番こうやって迷ってたんだ。そう両方ですよね。両方合ってる。すごいなこれ。だって2つ選んだのにさ、2つで迷ったのにさ、2つとも自分近いって。僕もこれすっごいやってました。これ金払いました？心理テストこれ。頑張ってググりました。すごいですね。これは拍手ですね。皆さんも拍手。グーグルさんにも拍手。ああ、グーグルさんも拍手。これからも皆さんたくさんググってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。